大阪城の入館料が2倍に値上がりします。天守閣の入館料は現在、高校生以上は600円ですが、来年春から高校生と大学生を除く大人は1200円とするということです。値上げは豊臣秀吉が築いた初代大阪城の石垣の展示に伴うもので、天守閣へ入れる料金としては日本一高くなります。値上げとともに観覧時間を 午後6時まで延長することも検討されています。